どうした？どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わったみたいなの。でも何が変わってしまったのか思い出せないのよ。どこが変わったんじゃ。喉のところまで出てきとるんじゃが。俺も誰かのことを忘れてしまっている気がします。どうかしましたか？ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体誰のものでしょうね。バーダックさん、いや、もう一人これをつけていた人がいた。そうだ、俺はこの仮面をつけていた人を知っていた。その人を連れ戻すために俺たちは戦った。かけがえのない人だったから。俺と一緒に様々な歴史をめぐって、一緒に戦い続けてくれた俺のパートナー。あった、この歴史だ。ダメだ、宇宙に崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。あなたは、どうしてここに。ここまで来ている。ここでドラゴンボールを消してしまう。あなたたちの戦う歴史そのものがねじ曲がる。何もかもが変わってしまう。記憶すら消え去るはずなのに、私の計画がことごとく頭に来る連中だ。どちらが歴史を争おうとしているかは分かる。以上、ここで好き勝手はさせないぞ。どこ見てるの？
どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。うん、あんな人が来てくれるといいな。どうした？お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。キー どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなた仮面を持ち帰ってくれたお金よ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾のキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があれば、もう一度時空を操ることも簡単に。おかえり、ミラ。もうこんなところに用はないの。私の設計している力だ。信じられない。
私の計算を超えるなんて。自分に足りないものをずっと考え続けた奴らに、俺にないもの、それはどんな強敵にもひるまず立ち向かう飽くなき闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。いや、最強とは名乗る前、俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まりなさい、ニラ。それ以上はできんの。届いてない。このままじゃコアが暴走してこの宇宙ごと吹き飛んでしまう。今のうちに逃げる。あっ、どれほどの爆発になるかわからないわ。爆発が次元を突き抜けてこの卵が壊れてもしたら。しかし、ちょっとあなた、ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。おい、聞こえとるか。あいつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらとしてに追える相手じゃない。必ずどこかに逃げるんじゃ。やめんな、まだ早いよな。
寂しさに絡んで捕らくるか。今までの格好せんな。こっちはオラとお前を助けるからだ。自分でも信じられない力が湧き出す最強である使命も創造主の願いも、これが自分の今の俺にはお前たちにはその思いがサイヤ人の底知れない強さ、お前たちの強さを尊重しているだからこそ倒す。な、信じられないこのパワYeah!
これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。なに心配するな、お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりたちが悪いわね。わりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。すげえやつがたくさん出てくっていいな。だからワックワクしてきた、ジェル。先に言うなよ。